お祈りをありがとうございました。一言お祈りさせてください。天の父の神様、御心の証ができますようにイエス様の御名によって祈ります。アーメン。本当に皆さんのお祈りありがとうございました。本当に、九州ゴスペル賛美隊、本当に熊本まで行って御心を全うさせていただけたと信じています。私は行く前から今回のキャンプはもちろん普通のキャンプとは違って、熊本の方々に奉仕しに行くっていうことで本当にへりくだって使えることが私たちの分を使えることができるように祈っていました。もちろん私たちは何にもできないんですけど私たちが賛美をすることを通して神様が使えてくださる触れてくださるようにと祈っていました。で、鶴田病院とそれから益城町の仮設住宅に行ったということをお話しされたんですけれども、私はこの2つ の、 箇所でお話をさせていただく機会が与えられました。でどちらにおいても母が天に帰ったことっていうのを言わなければならなくて、この人たちにあの子天母に天が帰に帰ったということを言って大丈夫かなと思いつつも祈って話をさせていただきました。ところが時に特に益城なんですけれども仮設住宅の方なんですけれども、で終わってお話しに行くと最初からもう皆さんがクリスチャンであるということは分かっていましたと、すぐにピンと分かりましたと言われて、それで反発じゃなくて、それで本当に皆さんの顔が穏やかで、そしてやっぱりキリスト教の方はお葬式の時に万歳なんですかと言われたんですけど、いや別に万歳ではないんですけどこうでこうでということをお話しできて本当に、本当に良かったです。そしてまたですね、先ほど節子牧師も言われたんですけれども、鶴田病院でもこちらでも本当に怖かったと、で今でもそれを思い出すと涙が出てきますと言われ、そしてその仮設住宅の方ではもう何もすることがないと、でそして先の不安があると言われて、本当に今もし時間をかけたらこの人たちイエス様を信じるんじゃないかなと思いました。で言われたことがもう、うちの家具は全部ダメになりましたと、でももう何にもいらないとおっしゃったんですね。もう何にもいらない、家具があるとしたらもうカラーボックスでいいと言われたんですね。それぐらい被災された方々の世界観が変わったんだなということをはっきり分かりました。本当にこう頻繁に行けたらなということを思いました。でそんな中で、私は今回熊本オンラインの方々と同じお部屋になりと一緒にこう、あんまりたくさんお話もできなかったですけど奉仕することができて、うちのオンラインの会員の方々なんですけど、最初は一緒にお祈りしている時はもう怖くて怖くて、その時の怖さが抜けられないで体までおかしくなってしまうくらい怖くて、お祈りしてくださいと言ってた方々が今回この奉仕の中では本当に大切な役割を担っていただいて、私たちを先導してくださったり、ポスターなどを作ったり巻いてくださったりということをしてくださっているというのは本当に素晴らしいなと思いました。なんか新しい働きの形というか、いつもは体を持って一緒に集まることはできないんですけど、オンラインでこうつながっていただいた方のところに行ってこう一緒に奉仕ができたというのが本当に神様素晴らしいなということを感じました。で彼らが立って自分も被災してこんなに怖かったですよねとこう語ってくださったことで、本当に人々もこう耳を傾けて聞いてくださり、一緒にこうその時の辛さというのをこう共感した上でゴスペルに触れていただいたというのが本当に良かったと思いました。神様の素晴らしい知恵を心から感謝します。